皆さん、こんにちは。リコです。今日もまたまた b ー,ーストからの嬉しいお知らせがたくさん入っていますので、お話しさせていただきたいと思います。トピックスは3つです。1つ目が新 CM 決定という件について。2つ目が NCT1273 からのラブコールという件について。3つ目が新テレビ出演情報について。 ということで、3つお話ししていきたいと思います。まずは1つ目なんですが、B ファースト新たな CM が決定しましたね。おめでとうございます。しかも、しかも、本当にみんなが大好きなあのワンピカードということで、これは本当に嬉しいですし、すでに CM の映像も公開されていますが、本当に楽しそうですね。ワンピースカード CM シリーズの強敵 B ファースト編に ソータとシュントが出演しています。7月7日より全国でテレビ CM 放映決定ということです。CM の映像を見ても2人が本当に生き生きと楽しそうにしていますし、あとは公開されている写真などを見ても本当に楽しさが溢れているので、これはまた本当に嬉しいお仕事だったに違いないというふうに思います。こちらの CM テレビで見られる日も本当に楽しみですね。 はい。そして二つ目、NCT127 さんからのラブコールという件についてお話しさせていただきます。こちらはですね、X でたまたま見つけたものになるんですけれども、ファンの方が動画を拡散してくださっていたんですが、NCT127 のジョンウさんが、新曲ウォークを b ー s t のソータに踊ってほしいという発言をされていて、それをユータさんに ビーファーストと親しいからお願いしてよみたいな話をされているんですね。いや、これは本当に嬉しすぎますね。こんなお話をしてくださっているからには、きっとビーファースト TikTok か何かでこの楽曲を披露してくれたりということは絶対にあるんじゃないかなというふうに思っています。 NCT127 さんといえばもう本当に雲の上の存在のような方々なので軽々しく共演してほしいとかコラボしてほしいとかいうことを口にすることはちょっとはばかられるくらいのグループだなというふうに思っているんですがユうタさんと両きとの関係性をきっかけにこの2つのグループの距離がものすごく縮まっていて こういったお話が出てくるというのは非常に嬉しいなというふうに思いますし、そして何より、ジョーンさんがこれだけソータのダンススキルを評価してくださっているということが本当に嬉しく思います。 b ーファーストが本当に真摯に音楽にダンスに向き合っているからこそ、こうやって少しずつ世界的アーティストの皆さんが b ーファーストの名前を口にしてくださったり、コラボレーションをしてくださったりということで、どんどんと b ーファーストの認知度も世界的に高まってきているというのも実感していますし、 ここからまた大きな道が開けていくんではないかなというふうに、とても嬉しくなりましたので、今日はこのお話をご紹介させていただきました。はい。そして3つ目なんですけれども、ジュノンの新しいテレビ出演情報が発表されています。明日7月6日土曜日の出演情報なので、 このスケジュール表の中に入れ込みましたが、一番下、23時55分から日本テレビゴーイングにジュノンが出演するということです。楽しみですね。サッカー関連の出演のようで、しかもですね、牧野智明さんが出演されるようなので、これはまたミリオンミリオンからのご縁がつながっているんじゃないかなと非常に嬉しくなりました。このゴーイングの番組表を参考にしますと、 サッカー五輪代表で驚きのメンバー選考、b ファーストジュノンが一押しポイント、&56 年ぶりのメダルを目指すチームを牧野智明が分析というふうに書いてあります。いや、にビーに b ファーストの活動ものすごく幅広くなってきていますね。野球はレオ、サッカーはジュノン。 バスケはマナと、スケボーはシュントと,といった感じで、本当にスポーツの世界でも B ファーストが引っ張りだこになってきているなというのが、まずは何より彼らの好きなことがこうやってお仕事に繋がっているというのが非常に嬉しく思いますし、もちろん彼らが好きだからといってお仕事に繋がっていくというわけではないと思いますので、やはりまっすぐにひたむきに音楽に向き合ってきて、彼らが評価されて、 日本国内でもものすごく高い評価を受けているからこそこうやって幅広くいろいろなお仕事ができるということでものすごく彼らを誇らしく思いますそして明日7月6日といえば日本テレビにて The Music Day も放送されますけれどもこちらについてもタイムテーブルが公開されていますね15時から8時間生放送という非常に長丁場の 特大の音楽スペシャルな番組の中で B ファーストは19時代、20時代、21時代というゴールデンタイムに出ずっぱりということになります。いやー、これはちょっと本当に B ファースト大きくなったなと言わざるを得ないんではないでしょうか。まずは19時代に B ファーストがマスタープランを披露します。そして20時代には先日もご紹介しましたが、 ラップメドレーに両貴が出演します。そして3つ目が21時代にエモーショナルズとしてソータが出演ということで、すごいですよね。19時代、20時代、21時代の3回にわたって b ー s t のグループとして、それから個人としての出演が待っているということになります。 マスタープランが楽しみというのは言わずもがなですし、さらにはやはり先日漁期が虎に翼の直明が歌って踊っているということで非常に FNS 歌謡祭でも話題になっていましたので、またこのラップメドレーで直明とはまた180度違う漁期の姿が全国に知れ渡ることになりますので、ここでまた非常に大きな話題を呼ぶことは間違いないかなというふうに思っています。 さらに21時代にはエモーショナルズということで、高橋海人さん、そして海田さんとソー太の3人で出演するということで、やはりキングプリンスの高橋海人さんと B1st のソー太というのが、事務所の垣根を超えているということの象徴のようになっているかと思いますので、 このエモーショナルズのパフォーマンスというのは、やはり非常に注目度も高いんではないかなと思いますし、そしてやはりこのダンスのプロフェッショナルのメンバーによるパフォーマンスということで、これはまたとんでもないクオリティに仕上がっているんではないかなと、こちらのパフォーマンスについてもものすごく話題になることは間違いないなというふうに思っています。 はい。ということで、いろいろご紹介させていただきましたが、今日はマナトがバスケットボールの日本代表の強化試合にもゲスト出演しますし、明日はザ・ミュージック・デイがあったり、ジュノンのゴーイングの出演があったりということで、今週末もものすごいお祭り騒ぎになりそうですね。 今日は7月6日のスケジュールだけご紹介しておりますけれども、現時点では5日、7日のスケジュールについては変更がありませんので、必要な方は過去の動画でご確認いただければと思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。